わ、それ犯罪じゃないの？犯罪です。どうも、我是カズマ。我今天要告诉妈妈一件很重要的事情，就是我找台湾女朋友了。其实我以前都没有习惯跟妈妈说自己有没有交往的对象，但这次刚好有一个台湾男生朋友，他在跟日本女生交往。那那个男生一直以来想跟那个女生求婚，但其实没有行动，是因为他爸那个女朋友的爸妈会反对跟外国人结婚。而且我常听到台湾人认为日本人比较保守，特别是长辈会排斥外国人，所以我希望透过这支影片让大家知道日本人知道自己的小孩跟外国人在一起时的真实反应。那我们来开始吧。もしもし。もしもし。はいはい。どうですか最近。そのなんていうの、お兄ちゃんとか、はい、あおちゃんとかがたまにいろいろ行ったりしてることでもあるんですけど、うん、今回ですね、はい、彼女ができました。あ、嘘でしょ、本当？よかったじゃん。それは何、台湾の人なの？そうですね。どう思いますか？そうです。どう思いますかって言ってもいいんじゃないですか。いや、なんかその台湾人であるっていうところに対して、あ、別にそれは構わないんじゃないの？本当？うん、それは構わないと思うけど、ただそのほらこっちに家族が帰ってきちゃうわけじゃない、うんうんうん、その辺のこととかを、あの、どうなのとかさ、うんうん、っていうのは思うの、思うところあるけど、まあいいんじゃないの別に。先のことはまだまだですけど、うんうんうん、っていうね、そう、うんうん、感じですよ。その人はまだ今2年生。あ、じゃあ若いんだ。若いっすよ、21歳。わ、それ犯罪じゃないの？いやいやいや、犯罪じゃないでしょ。犯罪でしょ、犯罪じゃないでしょ。犯罪でしょ、それ20でしょ、その犯罪は。ねえ。っていう感じで、そう、うんうんうん、いや、まあ、なんかその、うん、なんていうの、台湾人の人とお付き合いしてるっていうのを話したら、うんうん、どういう反応をするかっていうドッキリでした。